はい、皆さんこんにちは、アチでございます。フォールアウト3ですね、やっていきます。まだ私レベル4とかですもんね。ちょっとかなりいろんなとこ出しゃばってしまってるんですけど、地雷原ですね。お次は、あ、なんかいる。しかも相手にバーッとバーッとバレたと思ったんだけど、それか結局。よしよし、1しか入んない。あ、また私レベル4なんだね。4なんですね。これか、もうそろそろだね。これ地雷原じゃないかな。これね、狙撃されるんですよね、上から。あ、こっちもなんかあるね。こっち先行ってみようか。地雷原ね、あー、ちょっとねラグがあるんで、盗むの大変かもしんないんですけど、バンバン言ってでしょ。これ多分狙撃手ですね。あ、違う？赤くなった気がしますよ。さっきここに赤いのいました。あ、いたいた、赤いのが。あ、ジャイアントソルジャー。ジャイアントアントソルジャー。あ、人がやられてら。さあ、来るかい？さあ、やり合いましょうか。いいね、これ。バーサークなっちゃった。これいいわ。殴りいいね。殴りなかなかいいわ。勝ったよ。まだデンジャー。おお、今度は犬か。犬は素早いから厳しいな。あ、いけるわ。結構リーチ長いね、私。いけるね。殴りは AP いらないわ。で、誰かやられてましたね。人がやられてましたね。あ、かわいそうに。ハンター、あ、いいじゃない。ワンダラーの服、いや、これはいらないね。キャップ、ドッグミート、あ、いただきましょう。で、ハンティングライフル、ミレルウクの肉、モラットの肉。ああ、ヤオ具合、あ、ヤオ具合出てくんだね。ありがとう。あっちにもいるよ。ああ、いいね。はい、ありがとう。ちょっと待ってね。さあ、ちょっとじゃあここでアイテムとして、今たんまり手に入れたものみんな食べちゃいましょう。お、すごく上がるね、ミレルウクの肉は。一目24も上がるもんね。あと、ここの水飲んでやろうと思ったんですけど、飲む必要なくなっちゃいましたね。ここの水結構いいんですよね。確かヒットポイントが20上がって、ラドが6、8。ラノはね、もうじきクリーナーみたいなのを買いたいと思ってんで、まあ、なんとかね、ラドアウェイとかもあるんでね、なんとかなるだろうと思ってんですけどね。で、これが地雷原ですよね。さっきのバンバンはさ、あのハンターなんです。あ、あれが地雷だね。うまいこと取れるかな。取るよ。おお、取ったー。で、これまた地雷があるんだよね。よし、よし、取ったー。でね、狙撃もされるんで気をつけないといけないんですよね。これも地雷かな。あ、違うね。あ、高所になってる。これは狙われるわ。これは狙われるね。高所から
ちょっとコーションを直さないとね。もう多分私今狙われてんでしょ。ほんとね、確かね、ここの狙撃手ユニークのスナイパーライフル持ってるんで、鉄砲やる人はね、いいんですけどね、そのスナイパーライフルね、かなりいいんでね、なんかブン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 言ってるんですけどね。あー、コーション取れないな。よし、行くよ。おー、ギリギリ。あー、あれだね、ちょっとやばいかもしんない。このステルスだったら移動遅いんでね。あそこにも地雷あるね。この地雷がね、たんまり手に入れれるんがね、いいんですよ。危ない。で、公園があるんで、公園まで、おお、危ない、やばいやばい。地雷が反応してたね。あ、いや、ここに狙撃手いるわほらじいさん気づいてないわ、僕にね僕って言ったんだけど、気づいてないね。公園に行かないといけないのよね。あそこに地雷あるね。よし、行くぞ。よし、取った。あそこから見られるんで、後ろから撃っちゃおうか、せっかくなんでね。やつやっつけちゃおうか。ハンティングライフルでいったらどう？いた、いたけど私じゃ狙えない見えたんだけどね。バレた？あそこいるよね。あ、バレてない。お、バレた。いやー、当たった。当たるかな。 16% 当たんないわね。おお、すごい。でも私頑丈だからね、ちょっとやそっとじゃやられないわよ。当たんない、当たんない、当たんないどうしてやろう。殴る？殴るかおお地雷がありまくる。こっちから来るでしょ。来たら殴ってやる。来たぞ、これやろ、これやろ弱い、思ったよりまあ私はなめんじゃないわよ、もう頑丈さと腕力だけは本当にすごいんだから。あ、この人のスナイパーライフル、ライプルライプルってなんだ、スナイパーライフルユニークじゃなかった、ごめんなさい。リッチフィールドゲートの鍵。さあ、殴っときましょうあ、このじいさんよく気づかなかった、よくこんなとこ縫えたね。地雷バカすかあるのに。で、うん、もうあとは、あ、ベッドがあった、よかった。今、あ、もう4時32分、あ、4時32分だね。もうちょっとよく長く寝ようか。ね、もうコーション出てるんですけど、あれ多分バグで固まっちゃってますんでね、もう12時間ごっそり寝ましょう。もうごっそり、がっつりがっつり寝ましょうね。もうあのイヤホンね、はめ殴られるとね、自分の音がちょっと若干遅れて聞こえるんで、スナイパーライプルとかね、スナイパーの、スナイパーのパーって聞いた時に、ね、言ってるとライフルぐらいの時にスナイパーのパーが前に入るんでしょうね。スナイパーライプルって言ったらね。さあ、ヒットポイント回復しましたよ。
あ、ぬかコーラいいですね。ぬかコーラ。ステーキは、あ、でもこの辺も食えるんだよね、ステーキね。食ったらヒットポイント上がるんでしょ、これ。あ、ステーキね。あ、ヒットポイントちょっと上がるね。あ、いいんじゃない？もう、放射能に汚染されるのは、あんま気にしないで行きましょう。これだけか。これだけだね。あ、もう一個上あるね。なんかあるかな？ちょっと暗いのが。ちょっと暗いね、2時間。明るくなった。あ、弾がね、スナイパーライフルの分じゃ、おっと、開けれません。はい。まだレベルがね、浅すぎるね。このレベルでこんなとこまで来てていいのかなと思うんですけど、まあ腕力強いんでね、その辺どうとでも結構なりますよね。あら。で、あとは地雷回収と、公園の真ん中に行かないといけないのかな。公園に行かないといけないんで、公園ってどこだ？いつもと違うとこから私アクセスしてるんでね、アプローチしてるんで。おお、解除だけしたのね。危ない危ない。はあ、あ、これだ。ここでいいんだね、これでね、地雷原に遊び場に行くと、お前らのところに戻ると。で、オプションで地雷を持ってるとって、危ない。あ、あれもやっちゃおう。よし、いけた。で、この家入れちゃうんだよね。わあ。ダメージ食らってない？爆発してる瞬間に入ったけど。よし。食らってなかったみたいね。あ、から。なんかラジオっぽいのが鳴ってんね。ああ、風の音が右側から聞こえてますね。あ、掃除機ね。あ、これだね。切っときましょう。あ、そうそう、このゲームね、胸クソグロがあるんでね、ちょっと許せない方とか耐えられない方はね、お引き返しくださいませ。もう私もね、自分でやっときながらね、もう本当に苦しい時ありますからね、本当に気をつけてください。さあ、次ファミリー見つけに行かないといけないね。ちょっとね、ぶっちゃけファミリーはね、全滅させてやろうと思ってるんでね、今私ね。それか、吸血鬼になってなったらどうなんでしょうね。吸血鬼って、でも私オブリビオンでなったんで、あら、誰か倒れてる、レイダーが倒れてる。ピストルね。アークライトいらないですね。オブリビオンでね、なった時はまあ大変だったんで、ね、昼間に外出れないっていうのがほんと大変だったんで、そこですね。ピストル、はいと。ああ、やり合ったんだね、これね。キャップだけください。で、ベッドがあるんだよね。で、テレビはいらない。あ、何もいらないわ。おもちゃ箱なんだね。おもちゃ箱って書いてましたわ。汚れた戦前の室内着。あと強くなったらね、服着てうろちょろしてもいいかなと思うんですよね。あ、ダーツね。え？あ、寝るってなっちゃった。なんもないでしょ。あ、弁当箱、ランチボックスがあるね。ランチボックスはいただいておきましょう。あ、あれがある、チェリーボムが。チェリーボムいるかな？いるよね。確か、チェリーボム交換してくれる人らいますよね。ああ。でも他の店でも私悪態つくと思うんで、どうなんだろう、その辺はね。タバコのカートン、バットはいりませんね。ビジネス用もいらないです。スーツですね、確か。
あったね、西がね。さあ、あ、戦前の本。あ、そうだ、戦前の本が価値あるんだっけ。交換できるんだよね、図書館でね。でも私またそこでも悪態つかないといけないんで、どうなるのか分かんないですね、正直ね。さあ、ここはもういいですね、行ってみましょう。で、もう一個家入れたと思うんですけど、まあそれよりも地雷回収を、地雷回収をメインにしましょう。あのスナイパーがいるとね、この辺でバッコンバッコン撃たれるんですけど、 あ違うか、キャッツアイだね、あれだと思っちゃった。スティームパック、よしよいしょよいしょ。お今一瞬なんか固まっちゃったね。それでも あの至近距離で爆発してダメージ、あの V ダメージを受けない私頑丈なんだな。前のキャラだったらもう絶対やばかったよね。何大丈夫で、もう一個ここにあるでしょ。さあ取りましょうか。よし、目の前で爆発されてもこんだけしか減らないもんね、すごいわ。さあモイラさんのとこ戻る前、あ、もう一個いい入れんだね。うわ、手形がついてる。鍵使う。あの鍵ってあれですよね、スナイパーが持ってた、アーカンソーさんが持ってたね。うわー、いきなり倒れてる。レイダーだし、レイダーとやり合ったのかな。あ、戦前の本ね。でこれはテレビの、開ける家の模型、ベリーハード、無理だね、無理だね。もうね、この辺のあのオープンワールドのね、このフォールアウトとかはもうこんな段階でベリーハードの鍵があったらね、あ、今日のタンブラーあった、もう後で来ることもないし諦めつくんですよね。そういうのがいいですよね、オープンワールドでね。もう絶対やらないといけないということが少ないんで、もうね、日本のゲームだったらそんなことありえないですもんね。こんな序盤でベリーハードで開けれるものが出てくることがまずないんで、まあ、こういうのが考え方の違いなのかもしれないですね。だからね、すごく洋芸のオープンワールドってできなくても、もう、あ、そんなもんって思ってね、諦めつくんですよね。どうしようっていうのはならないんでね、そこがいいところでもありますね。まあ、悪いところというのはバグが多いのかな。もうクエスト解けなくなったりとか。ね。ん？ランチボックスですね。よいしょ。こっちは、あ、ロッカーがあるんだけど開けれない。コンピューターだね、あと問題は。なんかある。あ、戦前の本だね。え、なんか出てきた。ん、モルパイン、モルパインね。え、ここで夫婦とおぼしき人たちがね、こういう感じでお亡くなりになってるのを見るとね、ちょっと胸が痛いですけども、一応前にもね、前のあのシリーズでも言いましたけど、これあの核戦争後のね、後の話を、1960年代に、イメージしたらこんな感じじゃないのという、未来をね、イメージしたらこんな感じじゃないのという、様相になってます。だからコンピューターも全部グリーンディスプレイになってるんですね。あの当時60年代はカラーっていうのがまああったんでしょうけど、まあそうね、カラーディスプレイっていうのがね、ありえないというような感じなんですけどもね。うん、あの、まあいっか、コンピューター、
厳しいもんね。じゃあマリアさんのとこ帰りましょうか。さあもう地雷はないのかな。ないね。中行ったらまだ何個かあるんだろうけどね。こっち方面はないんで、どうしよう。モイラさんとこに帰りながらいろいろ探索もしてみるという感じで、あ、メガトンね。ほぼ南だね。という感じにしましょうか。ちょっと私コンバットスーツ着てるんですけど、コンバットスーツが敵まだないんでね。あー、タロス。違う。タロスじゃない。それスカイリム。前突っ込まれましたけどね。タロン社だ。うん、タロン社の方たちが来ないとね、ちょっと仕入れられないんですよね、コンバットスーツをね。道に行くのもなんだ、なんなんで、もう最短距離行きましょう。あ、こっちになんか建物で、ちょっと覗きながら行きましょうか。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。フォールアウト3、この辺で終わっておきます。高所になってるわ。どうもありがとうございました。